明日から修学旅行に行きます。マジで？え、明日から？コロナ禍ということもあって何度も何度も延期になり、あ、そういうことか。延期になってきた。なるほどね。3度目の正直で近場に行けることになりました。いや、よかったね。よかったじゃんね。今から楽しみで仕方ありません。お三方、思い出に残る行事や青春だったなと思う出来事はありますか？何かあります？思い出の行事。あるよ、俺中学の合唱コンクール。あー、懐かしい。あ、よく覚えてるな。確かにね、一緒に練習して。確かに。何かある？思い出の行事は。いや、修学旅行は楽しかったな。あ、修学旅行、友達となんか夜ホテルを抜け出すみたいなのもすごい楽しかった。あ、すごいワクワクした。いいね。うん、先生来た時のネタ振りとかね。ああ、ワクワクするよね。振るよね。中学校の時の修学旅行だか、そのなんか林間学校的なね、その宿泊学習みたいな、そういうのだったかちょっと忘れちゃったんだけど、同じ部屋、相部屋がに、すっげえヤンキーなやつがいたの。ちょっとやっぱなんて言うんだろう、あんまりこうね、仲良くなる、なれるかちょっとわからないというかさ、うん、まあ、ちょっとそんな感じのヤンキーなの。まあ結構結構、まあ、その学年で一番こう悪いやつみたいなね、そういう雰囲気のやつで、なんか怖いなみたいな感じだったんだけど、あれ何月だったか忘れちゃったんだけど、なんかそのそれこそ合唱の旅立ちの日にをなんか練習をしなきゃいけなくて、なんかその旅行中にじゃなくて別に普段に練習しなきゃいけなくて、その分かんないと、音が、そのヤンキーがそれを教えてあげたのよ、この夜中に。修学旅行の夜に、その可愛いな、大丈夫だこうだよっつって教えてあげたら、そいつがお前めっちゃできんの、すげえじゃんって言われて打ち解けたっていう記憶がすごい。それであのやっとヤンキーに認められて1年前になったっていう記憶が。可愛いエピソードだ、それは。それが一番思い出に残ってるかな。青春だ。青春だよね。